するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。同三局日本馬開始です。皆さん手牌を開けてください。ヤカさんはシャーチャドラはローソーです。赤ありますね。ありますね。今回の手はどうですか？はい、今回の手は、まあ、自敗がちょっと増えてきたなっていうのと、本一ではないなっていうので、うんうん、まあ、うまくまた臨時でまとめればいいなっていうので。でもこの曲始まる前にすごく大事なことがあります。何ですか？さっきの侍ポイント話したんですけど、前回ですね、侍が自分だけだと思ったら大間違いですよ。はい、ああいう侍って言っても3人に関しても侍ポイント実は存在するんです。ああ、はい、はい、だからそれも考えながら言ってます。この人リーチ2回からぶってるから侍ポイントマイナス2なんで、この人より上ですから僕今侍ポイント、気持ちよりは自分の方が今マイナス、うん、この人はあのリーチをさばいてるけど、あれちょっとあの安め取りの上がりだったんで300,300回完全ワンに受けたら漫画になって、はい、あれでマイナス1なんで同等です。同じなんで。え、上がったのにあれマイナス1なんで、あれ上がったのにあの上がりがいいか悪いか判断できないけど、僕の中でマイナスなんで。例えばだからあの上がったとしても、これリーチすべき手をリーチしなくて上がってたらマイナスポイントなんで、点数じゃないんです。サムライポイント点数だけじゃない、まあ、この人点数も減ってますけど普通にマイナスポイント増えてるん で、この人は普通に増えてる。この人だからこれ、この人はちょっと今からサムライポイント上げてないとちょっと追いつけないなっていう感じ。ちなみに今プラスいくつなんですか？プラス1ですね、まだね。でもあのいい上がり、そのめちゃくちゃいい上がりじゃない、はい、リーチに対してちゃんと言って、まあ、6球は泣けて、ちょっとまあ恵まれてるなって感じがするけど、めちゃくちゃいい上がりじゃない。あのめちゃくちゃいい上がりだとプラス一気に何ポイントとか増えてる？10ポイントつきますね。10ついたりするんですか？10ついたりする。これはみたいな来たら10ポイントつきますよ、やっぱり。それを全部判断してるのは僕です、侍です。なるほど、はい、もし変動があったらまた教えてください、はい、だからちょっとこの3人に対する押し引きの基準は、あの親とかいうのもちろん押し引きファクターはありますけど、それとか以外のファクターもあります。おー、その侍ポイントでいろいろ選手の情報を得てるってことですよね？そうですね、はい、うん、まあ、その人に対する押し引きを決めてる。皆さん独特ですね。勉強になりますか？はい、今お願いします。あれいいとこ来ましたね。あら、これは一応確認なんですけど、目の前でもし老頭が出たとするじゃないですか、はい、泣きます？泣きます。あ、それは泣く、それは泣きます、はい。これはどの形からでも泣くと、うんうん、なぜならその老頭を打った人もあのバラバラじゃないで、あの国士とかだったらそう違う、まあ、大事な老頭を打つかもしれないけど、大体、うんうん、その人ももう来ること確定してるんで、まあ まとまってね、まあ、それと真っ向勝負しないとなんない、はい、あとその人から泣きやすい、あ、カメちゃんじゃないですか、はい、その人は結構もう前に来てるってことで、この人からはもうあのすぐリーチくるかもしれないけど泣きやすくなってるんで、その人はもうある程度もう手を進めてきてるみたいな、それはしっかりいただいていくと、はいはい、にローソンどろせなかったら泣かないですよ、もちろん、うんうんうん、まあでも第1つもいいところ入りました。そうですね、自分でまとめていけるか。お、これはこれ9先に言ってみますか、はい。シャーとハクは自身の役配ではありますね。そうですね、はい、重なれば嬉しいって気持ちあります？あんまり嬉しくないです。あ、なるほど、はい、特にシャーも1枚いけるんで、重なったらポンするしかなくなるんで、うんうんうん、あんまり嬉しくないです。むしろなんか安全度で9とこっちの方が安全度が高いのをちょっと取っていただいた感じで、これは面単品にしてるかと思ってで、はい、だからここはあの1引いたんで、ちなみに1じゃないと、ね、これ7とか引いたらハクって決めると思うんですけど、1引いたんで単用じゃなくなっちゃったんで、うんうん、これはなんか見に行ってみますね。へ、7とか引いたらハク引いて、ハクとシャーで先にハク引いてもハク、今なら抜かれてもいいかなみたいな感じ、うんうんうん、違いますね、かなり引き方で出ていく牌が、ね、もうチーピーいらないんですか、トイミ、うん、チーピーよりもパースの方が近いですね、ブラの近い牌、ね、次は、お、9層だと両面になりますね。両面になりますね。でも9層2枚引いて、このパーソーをドラを俺ら持ってるぞって主張してる人がいるんですけど、うんうん、でも俺ドラ2枚引けるんじゃないと思って発信します。ポジティブ宣言。ローソーって2回引けるんじゃないと思って。基本、はい、かなりのポジティブですね。ポジですね。やっぱりそうの方が麻雀いいですか？いや、まあ人によると思います。あの、あ、そうなんですね。やっぱあのだからポジティブだけど僕攻撃派です。攻撃派の人でネガティブだったら終わりです、マジで。それは無理です。守備派の人だったらネガティブでいいけど、攻撃派でポジティブだったら終わりですもん。それは無理だけど、やっぱいろんな打ち方があるように、いろんなやり方あるから、別にネガティブでももちろんいいと思うんですけど、そういうネガティブの人はやっぱりなんか
人の返していっぱい考えるんで注意力とかやっぱどんどん上がっていくんで、はい、そういうのがやっぱりなんかいい部分もあると思うんですけど、うんうん、ポジティブでなあネガティブな攻撃派だけはちょっと損だと思うんです。じゃあもう乗ってますね。めちゃくちゃポジティブ。あと同じようにポジティブな守備派も損だと思いますけどね。お俺守備してるポジティブだぜって言ってもあんまり 見たことないですけどちょっと損だと思います。さあ横派引けるか、うん、これ難しいです、ね、あんまりよくないですね。まだ配布候補が僕の中でこれとこれとこれこの4つなんですけど、はい、ここですね、はい、何切り込みますか。いや強気な平賀さんなんで、はい、きっとシャアですねと思うでしょう。え違うんですか、はい、だって66だ引けるんだとか言ってましたよさっき。もう順目が違うんで現実見てください。ここは小さいです。急にあんななんか数十万なんか無邪気な少年だったのに急になんか中年出てきたじゃないですか。あとでここのこれ持ってた方がメンズ作りやすいんで、あシャワー安全度ですけど、はい、はい、もう想像は一つでいいと。想像一つしておりました、はいはい、急に大人になりましたね。急に大人になりましたね、はい、ポジティブうんちゃらって会話してたら急にね変わっちゃって怖いですね人ってね。怖いですね。泣ける範囲だが泣かない。あーこう来ましたか。ピガンコこう迷いますね。まあ、これを切らないとして、はい、うんうん、今切るのはこれかこれの一択なんですけど、まあ、両腕切ってもおかしくないですしね。そうですね。これでちなみに、はい、あのさっき言ってたこれここでなんかあれが効いてくるんですよね。あれってサムライポイント、サムライポイント、サムライポイントがちょっと上の人が親だからここはちょっと自重してくれる。これがサムライポイント下の人が親だったらこれです。え本当に本当にです。リーグ戦も本当にそんな感じ。そうですそうですそうです。マジ あとはやっぱちょっとマジですか。いや こんな人と一緒に打ってたんだと思ってちょっと驚愕を受けてる。よくわかりましたね。私この人とリーグでどう、しかもこの人より下のリーグだったって今下になってんだと思ったけど、もともと A リーガーでしたしね。まあそういうことはありますね、うん、じゃあヤンワン打ってます。ここはい、サムライポイントここでいきなり活用されてるんですよ、はい、面白い。今までいなかったこんな人。で、まあこれ EB、もうこれ9ピンもみんな持ってないと思ってるんで。あ、そうですね。はいはい、これ1通なりやすいなと思ってるんで、メンピン1通、赤ドラみたいな。だから、まあ、リャンワンも3ワンしかいいのないで、数ワンも微妙なんでちょっと。ただ泣きはしないですけどね。来ました。これはもうさすがに、これはもうお前ここで行かなくてどうするんだって言ってるんでこれです。これもこれでもう E ピンとかローワン打ってたらもうダメです。これ仕事の3色もあるんで、これはさすがにもうマックスに置けないと。はい、あーでも来た、サムライポイント持ってるところから来た。持ってる人が来た。しかもスーピンギリリーチ。リャンピン切ってるよ、チーピンも切ってて、最後スーピン。はい。どうですか親ですけど相手。これは、まあ、来る範囲によるんですけど、これは結構いくと思います。え、行くんですね。これはシャーキーになってます。はい。これはさっきドラを引いたってもあるし、あと、まあ、あのちなみにこの1半茶で終わりだったらこれ打たないんですよ、EP ギャンピン、うんうん、でも、集まられました。一発積もー。しかもめちゃ薄いギャンピン積もる。しかも振り点、ギャンピン振り点なのに一発で積まられて薄い。ほんとだー、ドッポさんやってるー。こんな薄いギャンピンを一発で振り点で積まられてますよ。これもお侍ポイントだ。やばいです。いくつぐらいなの。いや、これはね、8上がりますね。じゃあトータル 9? トータル9です。やばいです。最高いく、どこまでも行くんですか。行きます。うわー、怖い。どんどん離れていくんで。じゃあ皆さんの手も開けてもらいましょうか。なんてことでしょう。薄いリャンウーピン。一発ともされました。あと2枚しかないリャンウーピン。本当ですね。赤ウーピンでグッときますね。グッときますね。はい。ここは攻めますよとか言ったけど一瞬で終わりましたね。一瞬で終わりましたね。違う一発の でもほらこれは間違ってなかったじゃん。攻めてもだって報酬しないもんだって、あの人振り点だから。そうですね。ポジティブに考えて、あこれはやっぱ攻めてる正解だったんだなって、はい、まあでも結果として6000ホール上がられましたけど、うん、そこはどうですか、はい、それは検査引いてやっぱりこの人やっぱりいけてるなって、サムライポイント高いなっていうのを実感しただけですね。ただ自分の押し引きは間違ってなかったな。僕のサムライポイントは前後しない。前後しないです。ああ、なるほど。はい、ということでお支払いください。はい、はい、ちょっとね、点差ついてきたんで、はい、どうにかしないと平和さんのトップが見えなくなってくるかもしれない。もうトップ諦めてます。サムライのくせに早くないですか？ポイント差でもポイント以上のだってもう。
9ポイントですよ。9ポイント持ってるんですよ。え、そこじゃないんで、ポイントってこっちですよね。はい、これよりもこれが大事なんです。これで上回ってれば、これでちょっと離されても戻ってくるけど、これもリードされちゃったらかなりきついですよ、これは。え、匠もじゃあ、トンプで終わっちゃうみたいな感じなんですか？いや、ここはもうどうやって2着を取っていくかってゲームにちょっと考えて中止しました。まだあるのに？いや、だってあと1回しかないし。こんなこと言ったら、ここだってあと1回しかないし。いきなり現実的な、侍急に現実的なんですね。だからここから自分もだから同じぐらいに、だから今マイナス1じゃないですか。自分が10ポイントの上がり出たら、まだこの人より離れてても同じじゃないですか、うん、10ポイントの上がりを出さない限りこの人には追いつけないかもな。じゃあ10ポイントの上がり出していきましょう。出していきましょう、はい、はい。皆さん次回もお楽しみに。